ーダーの方ってその子供いるとか結婚してるとかいるとかいないとか関係なく、何したいの何したいのって What's your dream? ってよく聞かれたんですね。いろんなことにこうチャレンジしたりとかできるその土壌とかですね、そういうまあカルチャーみたいなものすごくやっぱりあるんじゃないのかなって思ってますし、例えば自分の今のお仕事の枠組みはこれだとしたら、ここにこう留まってるんじゃなくて、何か常にプラスアルファで次のもの次のものっていうのが、まあ、求められるような会社なんじゃないのかな。自分発信っていうことができるっていうのがとすごく成長できるんじゃないかなと、まあ、言われたことだけやってるんじゃなくて、まあ、自分が何をしたいかっていうのをまあ、みんな理解してもらってと一つのことを、まあ、作り上げていく。だからこう自分の中での世界観っていうのがどん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 広がってる、上に行けば上に行くほどその世界観が広がってるのが、逆に言えばこの G の魅力なんじゃないかなと思って。そうですね、 CLS というのはコーポレートリーダーシップスタッフというリーダーシッププログラムの一つなんですけれども、将来の、まあ、幹部候補を作りたい、リーダーを作りたいっていうようなプログラムで、まあ、そのためにはいろんな経験をさせなきゃいけないっていう形で、その人が経験してないところを横断的にやらせようっていうところで、私は例えばマーケティングだったんですけど、まさに昨日から製造に入らせてもらってサプライチェーンを勉強しているんです。チャレンジをたくさんくれる、タフだけども楽しめる会社かなという。10年前に僕をこう、なんだろう、お前にかけるぞと言ったのかどうか分かんないんですけども、もう育てると決めて投資をしてきた、してくれたんだろうなと思うんで、僕が今入社した手の人たちにこいつにかけようってやつを見つけなくちゃいけないのかなと、今なんかそういうこうサイクルをずっと回していくっていうのはすごく重要なのかなと思いますね。